まあ、くったくった。自分で作って食べるのは気楽でいいな。さて、腹ごなしに少し散歩でもするか。特に目的もなく歩いていたら、いつの間にか集権学院に着いちゃったな。しかし懐かしいな。あ、キリト君。モスノ、どうしたんだこんなところで。キリト君のことちょっと探してたんだ。ここで何してるの？そうだったのか。なあ、俺はただ散歩してたら自然とこの集権学院に足が向いててさ、それで当時のことを思い出してたんだ。そっか、ここでユージオ君と一緒に剣を学んでたんだもんね。ああ、そんなに遠い昔のことじゃないのに妙に懐かしいよ。キリト君のことだから規則を破ったり先生に怒られたり問題児だったんだろうな。いや、そんなこともなかったはずだぞ。身の回りのことは自分でやってたし、自分の金で町に買い物に行ったり、剣の手入れはもちろん部屋の掃除もしてたからな。へえ、意外と自立してたんだね。まあそういうことだ。そういえば俺を探していたんだよな。何か用事があったんじゃないのか？あ、そうそう、ちょっと町の外に果物を取りに行きたくて。果物？うん、採取してから数時間しか鮮度が保てないから市場にも出回ってなくて、すごく希少らしいんだ。でもすごく美味しいって噂で聞いて、どうしても食べてみたくて。なるほど、確かに気になるな。キリト君、もしよければ今から一緒に探しに行かない？ああいいぜ、行こうか。ちゃんと見つかってよかったね。これだけあれば二人で食べるには十分そうだし。見たことがない形の果物だな。強いて言うなら小粒の柿みたいな感じか。そうね、でも美味しそうじゃない？ああ、じゃあ早速食べようか。あ、ちょっと待って、キリト君。ん、食べないのか？果物の前にじゃーん、これなんだ？おお、バスケットにサンドイッチが。そう、お弁当作ってきたの。せっかくの果物だし食後のデザートとして食べるのがいいかなって。ごめんアスナ。ん？すごく言いづらいんだけど、実はアスナに会う前に一人で飯を作って食べちゃったんだ。あ、そうだったんだ。でもせっかく作ってくれたしな、意外とまだ食べられるかも。ううん、無理に食べなくていいよ。事前に確認しなかった私が悪いもの。いや、そんなことは。事故とはいえアスナが作ってくれた弁当を断るなんてものすごく心が痛いな。でも本当に一人で料理もするんだね。ショックというよりそっちに驚いちゃったよ。そうか、軽く火を通す程度の簡単な料理だけどな。前にアリスから教わったのを試してみようと思ってさ。そっか。アスナ、やっぱり表情が暗いな。何とかして元気づけないと。やっぱり俺弁当食べるよ。あ、うん、うん、違うの、お弁当のことで落ち込んだわけじゃないよ。違うのか、じゃあどうして？なんだかキリト君が大人になっちゃったなってそう思ったらちょっと寂しかったの。大人に？確かに俺はこの世界で2年以上過ごしてるけど。その2年の間にキリト君はお掃除とかお料理とか一人で全部できるようになったんだよね。外見だって前より大人っぽくなってるし、なんだか私の知ってるキリト君が遠くに行っちゃったみたいな気がして。アスナ、そんなことあるはずないだろ。もちろんキリト君は否定してくれるって分かってるけど、それでもキリト君が私の知らない2年間を過ごしたんだって実感しちゃったんだ。何でも自分でこなせる
大人なキリト君もいいけど、甘えたがりのキリト君がいなくなっちゃうのは寂しいな。アスナ、大丈夫だ。俺は変わってないよ。現にアスナに甘えたいって気持ちは今もあるし。キリト君、本当に？なあ、本当だよ。アスナ。ごめん、キリト君。しばらくこのままでいさせて。いいけど。ずっとこうしたかったよ。アスナ。俺もだよ。心配かけてごめんな。でも俺にはまだこの世界でやらなくちゃいけないことがたくさんあるんだ。キリト君はこの世界の人たちを救いたいんだよね。でも俺一人じゃ無理だ。だから手を貸してくれないか。もちろん。これまでだってずっとそうしてきたでしょ。たとえ来るなって言われたって、私はキリト君の隣に行くよ。そうだったな。俺がどこにいてもアスナは隣にいてくれた。絶対に私がキリト君を守るよ。だから今だけはもう少しだけこのままでいさせて。俺もこのままが。なんだ、野良犬か。サンドイッチの匂いに引き寄せられてきたのか。さすがアスナの料理だな。それって喜んでいいのかな。でもせっかくだし、この子たちにお弁当を食べてもらおうか。アスナはそれでいいのか。私一人で食べるのも寂しいし、かといって捨てるのももったいないしね。まあそれなら俺に止める権利はないな。分かった。じゃあそうするね。はーい、ご飯だよ。どうぞ。たっぷりあるから焦らず食べてね。いい食べっぷりだし、幸せそうな顔だな。どうだ、アスナの料理はうまいだろ。喜んでくれてるみたいでよかった。いやー、しかし本当にうまそうだな。どうかしたの、キリト君。いや、この弁当って本来は俺が食べるはずだったんだよなって思うとだな、急に腹が減ってきた。まだサンドイッチバスケットにあるよな。あるけど、だってキリト君お腹いっぱいなんじゃ。今ならいけそうなんだ。すまんアスナ、俺も食っていいか。もちろんいいけど。じゃ、いただきます。うまい。よかった。やっぱりキリト君に食べてもらえると嬉しいな。キリト君の食べっぷりを見て、なんだか私もお腹空いてきちゃったかも。ということで私も食べるね。みんなで一緒に食べましょう。食った食った、ごちそうさま。やっぱりアスナの弁当は最高だよ。お粗末さまでした。果物も美味しかったね。そうだな、甘い中にも少し酸味があって食後のデザートにぴったりだったよ。リアルワールドで言うとイチゴの味に近いかな。言われてみればそうかもな。いっぱい食べたから眠くなってきたな。どうしたんだアスナ。やっぱりキリト君は昔と変わらないなって思って。その通りなんだが、どの部分を見てそう思ったのかはあえて聞かないでおこうか。そうだね、聞かない方がいいかも。でも安心したな、甘えん坊さんなキリト君を見られて。そう面と向かって言われると恥ずかしいな。
そんなところも可愛いよ。ねえ、これからも時々私に甘えてくれる？ああ、アスナには心配かけたけど、これからは一緒にいられるからな。そのたまにはさっきみたいに甘えさせてほしい。私ずっとキリト君の隣にいるよ。ああ。